じゃあやっていきましょう。この3つの式、まあ覚えてる人もいるかもしれないけど、2つしか VT グラフから導けなかったよね。でも3つ式があるんよ。なんで3つあるんでしょうっていうと、まあ2つから作るんだろうなっていうのが、もし想像できた人は結構センスがある。で、まあセンスなくてもね、つけていけばいいので、まあ、この2つから作ればいいんですよっていうのは最低限知っておいてね。でも作り方、まあ、作ればいいんですよって言われても作れないかもしれないので、それは詳しい動画の方で解説してみましょう。